ヘンリー・クリフトン・ソービーは、イギリスの顕微鏡学者、地質学者である。岩石や鉱物の顕微鏡的観察のパイオニアである。ヨークシャーのシェフィールド近くのウッドボーンに生まれる。若くから自然科学に興味を持ち、ヨークシャーの谷の発掘調査に関する論文を書いた。その後地層や岩石の研究を続けた。岩石や鉱物の顕微鏡観察を行い、 1858年にオンザ・マイケレスコピキル・ストラクチャー・オブ・クリスタルズを出版した。顕微鏡を使ったスペクトロスコープを作り、血液などの有色の液体のスペクトルの試験を行い、鋼や隕石の顕微鏡観察も行った。1857年王立協会フェロー選出。1882年にシェフィールドのファースカレッジの学長を務め、 シェフィールド大学の創立に尽力した、王立顕微鏡協会などの会長も務めた。1869年に、ロンドン地質学会から、ウォラストンメダルを受賞した。国際体積学協会とヨークシャー地質学会は、それぞれ、ソービーメダルを創設した。月の山、ドルサソービーに命名された。ありがとうございます。